こんにちは。私が西荻フレンドリースクールの代表の近野由美と申します。今回は7月の終わりに行います夏の幼児教育セミナーについて少しお話をしてみたいと思います。人間教育で一番大切なのは、実は誕生してからの3年間です。その中でも特に大切なのは、0歳から1歳、1歳から2歳の教育がとても大切だと私は思っております。では、何も喋らない、何も動かないでは赤ちゃんにどんなことが大切なことなのか、それは実はたくさんあります。ただミルクをあげておむつを取り替えるだけではなく、その2年間にどれだけの関わりを親が持つかによって、2歳以降の子どもの性格、いろいろなものが変わってきます。そして1歳を迎えると、手足、いろいろな器官が発達をしてきます。ではそれに対して、今度は親はどういうことをしてあげなくちゃいけないか。そこにも大切な子育てのポイントがたくさんあります。そして2歳を迎えると、実はそこで初めて言葉をしゃべり、また自我も芽生え、感性も育っていきます。その2歳にどのような教育、どのようなしつけをし、そしてその善悪の区別をつけるのは2歳しかありません。2歳の時にやっていいこと、悪いことをどうやって教えるか。そこでまた初めて2歳を迎えて、今までとっても可愛かった0歳の赤ちゃん、1歳の子供、それが突然2歳になると、豹変したように感情はむき出し、わがままいっぱい。そこで本当に親はどのように子供に接していいか、どのように怒っていいか、どこまで怒っていいか、どういうふうに褒めたらいいか、とても悩むのがこの時期です。そこで今回のセミナーを通して、その問題を解決できるように皆さんとお話をしていきたいと思っております。夏の幼児教育のセミナーは2回に分かれています。1回目は幼児期に必要な子育てはどんなものがあるか、どういうことを大切にしていかなくてはいけないかということをお話ししたいと思います。また子供は10人いればみんな個性が違います。育児書を読んでも当てはまる部分、当てはまらない部分がたくさんあると思います。そのような場合を考えて、各ご家庭、個人個人の悩みを素直にぶつけて、どのような解決方法があるかということをみんなでお話をして、何かの子育てのお役に立ったらいいかなと思っております。2日目は、小学校受験とはどういうものなのか、その子育てについて、どのようなことが小学校受験に役に立つのか、また、私立小学校、国立小学校、公立小学校のいい点、悪い点、そういうのも具体的にお話をしたいと思っております。きっと皆様のこれからの小学校生活をどのように子供に選んであげたらよいかということのお役に立てるのではないかと考えております。そして今回は2回のセミナーを通して、どうして早く2歳児とか年中から始めることが小学校受験、そういうものに大変役に立つのかということについてもお話をしたいと思っております。きっとお悩みもたくさんお母様方はお持ちだと思います。ぜひこの機会にたくさんの悩みをお話しいただいて、そして今後の子育てのお役に立てていただきたいと考えております。そして今回の夏のセミナーで
今年は西荻フレンドリースクールは最後となります。実は年長の本格的な勉強がこの夏にかかっているので、今回が今年の最後となりますので、ぜひ皆さんいろんな疑問を持っていらしてください。お待ちしております。